ハロウィン背景だったっけ。なんかめっちゃハロウィン。ヤッホー、トリックアトリートです。すごい、ハロウィン。こんばんは。ジェータンお疲れありがとう。いっちゃんお疲れありがとう。お断りです。しんいちさんお疲れ。ジェータンかぼちゃ、間違った、ジャックオーランタン。ゆうたくんお断りです。いっちゃんお断りです。あきつきさんハート、かいちゃんお菓子、ひりやすみさんお化け、さわっちょさん、えらべさんかぼちゃ、ゆうたくんかんおけ、えりおさんハート、かいちゃん野球ボール。急に野球になったんや。この前までサッカーだったのに野球になってる。ヒーローさんお断りです。ふくちゃんお疲れ。陣内さんお疲れ。こうじさん、あきつきさんハート、かんぴっとさん、あのバルーン、ポンさんボール、いっちゃん頑張れありがとう。カンピットさん、ポンさん、広瀬光一さん、テキサスのロンスターさん、カンさん、トシさん、陣内さん、ヒーローさん、おみかんさんありがとう。カズヌシンさん、これなんだ、ピエロありがとう。ヨシーさんハートありがとう。しんいちさんお断りです。マクールさん、シェンさん、アキモさん、サトコさん、おみかんさん、じゃあ台湾ジョジョさん、しんいちさん、カメさん、西さんお疲れ、ぼんやりさんお疲れ、いっくん、ゼータン、ふくちゃん、フェリスさん、トニさん、レインボースター、ふくちゃん、カメさん、アンバさん、ナオキーさん、トラッキーさん、アキモさん、アルさん、コナンさん、スカイホエールさん、大吉さん、コウさん、マルトモちゃん、カズノシンさん、翼欲しいさんお疲れ、ハッちゃん、ハート、ヒロチさん、応援さん、トラッキーさん、ナオッキーさん、サワッチョさん、レネさん、ノブローさん、シオナさんお疲れ、ガバイトさんありがとう、サトシーさんありがとう、石川先輩お断りです、林藤夫さん、しんいちさんありがとう、こんばんは、コウさんお疲れ、ジャクソンさんありがとう、カエデさんありがとう、アキモンさんお断りです、こんばんは、ヤッホー、BD マンさん、パニーさんありがとう、マチャルさんお断りです、タカシンさん、ピロスケさん、ヒロチさん、ロスゴルピアドレスさん、中村道弘さん、レインボースターありがとう、大吉さん、いっちゃん、真空拳さんありがとう、ヤッホー、カズノシンさん愛してるありがとう、ハルさんラブレターありがとう、ピロスケさんバラありがとう。ね、今日寒かったですね。寒かったね。ネロケンさん、スカイホエールさんありがとう、クアンドリさん、タワーありがとう、タワー、お化け、お化けタワーありがとう、やばい、タワーがどんどんタワー、広島に帰ったら書くねって言って、どんどんタワーが溜まっていってる、ありがとう。あれか、2000回訪問。いっちゃん、いっきさん、ロスゴルピアドレスさんありがとう、ビッグボスさんお断りです、真空拳さん、かずきさん、北海道エリアさんありがとう、そらそよかさんありがとう、ありがとう、パワー、今日買ってくればよかった、書くやつ買ってくればよかったです。今この部屋にある紙は台本しかない、ごめんね、また広島帰ったら、今3人かな、3人タワーの絵描きます、お待ちください、お待ちください。そう、今日はお休みで、もうずっと稽古着を探しに行ったら1日が終わりました。でも結局1着しか買えてませんやばー、いろんな店回ったんですよ。で、まあでもシャンプーとかは買えたの、シャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、ヘアオイルといえば、なんかいろんな STU メンバーのルームにウルリスさんの公式が来てるらしいんですけど、私のルームにも来ないかな、私ウルリスリピ5本目ぐらいなんだけど、
ウルリスさん、公式さん、もうこれもなくなりそうなの。もうこれ5、6本目とかです。ウルリスさん、公式、ファセリのルームでも待ってます。あー、大暴れ大暴れって待ってます。もうほらリアルに使ってるし、もうこれ特に私はこの紫がお気に入りです。いろんなピンクとか猫ちゃんのやつとかいろいろ使ってお気に入り紫です。ウルリスさん、公式さん、待ってます。どうかな。でも今日2人ぐらいメンバーがツイートしてたからね。来ないかな。ね、なんで来てるんだろう。いいなと思って。私もちょっと今日髪サラサラ風に見えるから。来てください、待ってます。じゃあスクショして、みんな。しかも服の色もいい感じ。ちょっと漏れてるやつにしよう。ちょっと漏れてないな。漏れてる。どう？どう？漏れてる？漏れてました。ウルリスさん、お仕事お待ちしてます。でも普通にもう何でも使ってるからね。5、6本目です。この匂いが一番好きなの。なんかいろんな色あるけど、紫が一番好きなんですよ。私の髪はこの匂いがします。だからもし私の髪の匂い嗅ぎたい人はこれ買ったら、もうこれファセリの髪の匂いがします。紫です。私は紫推しです。はい、そうなんです。で、今日はですね、近くに私が求めている洗剤、漂白剤、柔軟剤が売ってなくって、結構電車乗って遠くまで行って、でドラッグストア5軒ぐらい回って、でもなくて、そこでも柔軟剤だけが唯一なくて、柔軟剤で近くの、結局一番近い、この泊まってるところから近いとこ行ったら、詰め替え用だけあったんですよ。本体なかったのに、本体ないのに詰め替え用の柔軟剤だけあって、うわー、これ測るのむず、目分量むずと思ったけど、まあ、ないよりマシかと思って、ドンキも行ったけどなかったんよ。そうね、なんかわかんないけど廃盤の予兆なのかな。つらい。私過去に使ってたやつが廃盤になってやっと見つけたのに、ちょっと廃盤嫌だから私が支えなきゃ支えなきゃいけないか、リニューアルするからかなんかわからんけど、そうなんです。お気に入りのやつがあってね、それを今日は買いに行ったりとかして、あとはそのメイク道具を一式広島に忘れてきたので、忘れてきましたので、あの追加でこのよくアイドルが使ってるパウダーと涙袋ライナー、これ私が今使ってるやつ、まあ、これ買ってもストックにすればいいやと思って、ストック用にまたね、今使ってる広島にある分がなくなったらこれ使えるしと思って、これも買って、でこの保湿スプレーも今使ってるんですけど、これもあの白トリュフのやつね、これも今使ってるのなくなったら使えるしと思って、このこれは気になってたやつを買ってみました。じゃーん、買いました。そうです、買ってみましたのです。梅さん、陣内さん、レフトさん、広志 BKK さん、マクールさん、ひろっちさん、中田さん、よしよしよしおさん、はっちゃん、セットさん、お疲れ、ルーチーさん、ガモーさん、しょうしょうさん、パパパンダさん、とっちゃん、高反発さん、ゼータン、おみかんさん、ジロくん、シーズさん、ノブさん、フッチー、小林さん、トシピンさん、ノブローさん、シロクマさん、フレーベさん、藤岡猫にゃーさん、ヤマケンさん、ありがとうございます。
ありがとう。ベニちゃん、ミキヤくん、RRNKYK さん、ジロくん、ウメさん、エルさん、エジリン、カイちゃん、ズシミさん、スカイホエールさん、真空拳さん、ありがとうございます。ありがとう。ワウワウさん、ありがとう。晩ご飯食べました。スーパーで半額だったローストビーフです。半額ローストビーフちゃん。あと青いペンを買いました。青いインクを選んだわけは、青空が好きだって、君が言ってたからです。これは今黒と黒紫赤で、あ、黒水色赤で台本に書いてるんですけど、違う色もあった方が分かりやすいかなと思って追加で買いました。青です。えい、書きやすいらしいこれって書いてたから買いました。信じて買った。これをブレない、ストレスフリーな書き心地、ストレスフリーらしいので買ってみた。しおりさん、うめさん、たかしんさん、しろくまさん、じんらいさん、しんいちさん、かいちゃん、ヒーローさん、ゴールドさん、まおさん、ありがとうございます。レフトさん、ありがとう。グレート、ありがとう。かいちゃん、拍手ありがとう。かずのしんさん、レインボースター、ありがとう。みきやくん、ありがとう。アーボのみけねこさん、ありがとう。ゆうちゃん、ありがとう。こんばんは。ジロくん、お断りです。あとは今日買ったものはこちら、じゃーん、こちら、じゃーん。これは何かと言いますと、みんなびっくりする、じゃーん、イエイ、鏡ですね。これ夏に販売されて即完売して、そう、即完売して買えなかったやつを今日見つけたんです、たまたま。だからソトローの分も買わなきゃと思って買ったのね。広島ないと思って買ったんです、2人分。いつもご飯作ってもらってるしと思って、だからこのハローキティちゃんのねやつ買ったの。そしたら広島でも今日見つけたそうです。なんということでしょう、広島にも普通に入荷していたそうです。ありえません、ないと思ったんだけど。これはあのチョコレートの形のハンドミラーです。これ本当にね、あのこれが発売されて7月か8月ぐらいにこれ発売されたんよ。でいろんなビレ版とかサンリオショップとか、もうあのイオンとかにあるさ、こういうあるじゃん、雑貨屋さんとか、とかセブンイレブンにもあるっていう情報を聞きつけて、セブンイレブンもいろいろ何店舗も行ったりしたけど、なくて、でもう公式から10月ぐらいに再販がありますってもうお知らせがあったから、もう再販で買うしかないと思って、でたまたま今日見つけて買いました。開けてみようかな、開けちゃおうかしら。みふねさん、いっちゃん、ありがとう。今日は A ランチさん、ゼータン、サノッチさん、イスリザルさん、もちはださん、ありがとう。ジロくんお断りです。コウさんお断りです。ありがとう。いろんなキャラクターがあったけどね、今二人ともキティにハマってるからキティにしました。マイメロも可愛かったけど、じゃーん、こんな感じ。本当にあのチョコレートのままって感じ。こことかも大きさは何と比べたらいいだろうな、大きさは、まあ、ウルリスと比べるとこんぐらいです。ウルリスと同じぐらいかな、ペットボトルと比べたらこんな感じかな。結構コンパクトな、こうやって見れる、かわいいよね、
可愛いです。食べたくなるね。めちゃ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 。ボールペンと比べたらこんな感じです。ボールペンよりちょっとちっちゃいかなぐらいですかね。かわいい。やっとゲットできました。ちょっとこのパッケージはもうゴミ箱にポイしよう。かっこいい。これはソちゃんの分です。ソちゃんに持って帰るの忘れないようにしないと。あとマスクも追加で買いました。この前紹介したやつまた同じやつがあったからマスク買いました。やっぱり電車生活だからマスクしないと結構ね、皆さん咳されてるのでマスクで防いでいきます。しんいちさんありがとう。しょうしょうさんありがとう。そう今日めっちゃ出費です。あと服もね、いいよ。服もね、服を買いに行ったの本来今日は。服買いに行ったのね今日。ケイコの服欲しいって言ったじゃないですか。ね、服を買いに行きました。さて私は何を買ったかというと、なんかおしゃれなパンプス。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねんすぎるんですけど、はい、しかももう稽古に使わな いやここで買うなよっていう、めっちゃ可愛いなと思って、こうデニムとかに合わせてもいいなと思って本当に意味わかんないんですけど、何してんねんって感じなんだけどでも可愛かったし安かったんだもん。なんか安い店があるって調べたら出てきたから行ってみたの。韓国服ショップみたいなとこよくあって安くて、まあ安いって言っても結構まあ安い、まあ世間一般に比べたら安いって感じの、そうちょっとヒールがある感じで、そうこれデニムとかに合わせて、まあでもこっちにいて多分休み今日ぐらいしかないからなんか私がその香川とかに行ってる日とかに稽古が休みなんですね。だから私の休みは実質今日だの。つでこの前なんか、あそうこの前私も帰ったじゃん広島に。あの日みんな稽古休みの日だったから、私が広島にいる日に大体稽古休みだから、その稽古休みに出かけるっていうのは本当なくて、だから使うことはないんです使うことはないんですけど、可愛くて買っちゃいました。はい、買ってしもった。靴2足持ってきてるんだけど、スニーカーとブーツ持ってきてるんだけど、さらに増えてしまいました。やばい、荷物を増やしてしまっていますでも可愛いんだもん、可愛かったんだもん。はい、そしてですね、まあ稽古着も買いましたよ、ちゃんと。稽古着も買いました。一旦靴直しますね。稽古着、あの私は上着を買う予定だったんですね。稽古中なんか冷房消しても寒いから、稽古着は長袖のちょっと厚めのやつとか、あとは動いたりすることも今後増えるらしいから、そのレッスン着的なやつを買おうと思ってたはずなんですけど、今日買った服1着です。こちらじゃーん騒がしい騒がしい、このトレーナー1着のみとなります。私上着大丈夫でしょうか騒がしいロンティーを買いましたこれもその韓国服ショップで買ったんやけど、あでも稽古着にはなると思う。なんかもうすごいじゃん情報量が、何っていう。でも生地はねいいんよ結構。でも謎にねタグ切られてるんですよ、怖くない？
謎にこのここのタグ切られてる、切られて販売されてるっていうちょっと恐怖の恐怖の服なんですけど、はい、ちょっとロンティー欲しいなと思ったけどなんかピンとくるのなくて、あ、生地いいじゃんっていうのでこれにしました。この首周りがさやっぱよれちゃうから白飛びしちゃうね。なんかこのわかる、この感じ伸びなさそうなやつがいいなと思って買ったんですけど、あのですね、まず紹介する、パイナップルの横に松ぼっくりなんで似てるけど、なんかパイナップルの横に松ぼっくり、ちょっと紛らわしい。パイナップルの横に松ぼっくり、そして瓶の蓋ですね、瓶の蓋で、これは何ですかね、わかりません、なんかわからないやつで、これはライターですね。でアイス、あ、アイスあるじゃん。でこれはペロペロキャンディー、これはビリヤードかな、ビリヤードの玉、サイコロ、カセットテープ、これは何だろうか、これはゴミかな、紙くずかな、なんかわかりません、なんかわからん。でキャンディー、ドーナツ、これはいちごジャムの食パンでしょうか。でまたライター、ライター好きですねこの人。でまたビリヤード、でこれは潰れたカンカンかな、でこれは何ですかね、この棒線、さくらんぼ、これはああれですね、あのあれあれですあれですね。でキャンディー、あの金太郎飴みたいなやつで、みかんで、棒線、カット版みたいな形の棒線、鍵、カンカン、懐かしの携帯、鍵、タバコ、錠剤すごい、すごい服を購入しました。情報量すごい、情報量すごいし、ここが切られてるのも謎っていう、何に惹かれたかっていうと、このちょっと稽古でも着れそうなロンティーと、ちょっと袖長め、あ、長すぎるかも、長すぎるかもしれません、ダボっと着れるかなと思ったけど長すぎるやこりゃ、にこのよれなさそうな首元に惹かれて買った、買いました。こちらはおいくらかと言いますと、なんか割引されてて、割引されてニヒデヨでした。ニヒデヨ、もうヒデヨさんじゃないけど、ニヒデヨで。そうなんです。お得に買えました。なんかもともと5ヒデヨ5ヒデヨが2ヒデヨになってました。洗濯しなくちゃ。はい、今日の購入品でした。はい、以上です。以上でございます。やばい、私の上着、今持ってきてる上着さあ、やばいんだよね、絶対寒い、稽古終わり寒い。紹介します、パセリの今のこのホテル生活の、まずこの間違って着てきてしまったこの薄い結構薄手の、結構薄手パーカー、でパーカー、はい、そしてこちら、着た初日からリップで汚してしまった、まだ着るのは2回目のこのシャカシャカ、秋にぴったりそうと思ったけど意外と急に冷え込んで焦っている、ちょっとダボダボに着れる感じの、パーカーです。
そしてですね、そして本日着ていましたこのこちら、私がよくどこのやつだったかな、どこで買ったかな、あ、ダブルクローゼットのこのモコモコの、これが一番高いです。これはめっちゃ可愛いです。これはモコモコで可愛い、あったかいやつ。でもこれなんかリバーシブルらしいのね。リバーシブルって言われて買ったんやけどさ、どう考えてもさ、リバーシブルで着るとこうなるんですよ。合ってんのかな。しかもタグがあって、どういうリバーシブルってなってて、これリバーシブルですって言われたんやけど、本当にってどう見ても裏地ではなってて、本当にリバーシブルなんかな。丸見えやけどタグ。あの裏地がありますよっていうことを言いたかったのかな、店員さんは。もしかしたら裏地の。以上です、私の上着コレクションで。こちらが田中美穂さんにいただいた、私がもう1年半以上着続けている田中美穂お下がりのスナイデルのワンピースです。はいお下がりスナイデルです。お気に入りすぎてめっちゃ着ちゃう。これ大好き。電波悪い？嘘、最悪だ。これめっちゃいいんですよ。めっちゃ可愛い。生地もいいし。あ、そう、バスツアーでも来ました。これ今日の出費恐ろしいわ。見てよこのレシートの束たちを。後で計算しようと思ってレシート出したけど、恐ろしいです。キャーキャーキャー、マジでやばいですよ。だってコスメが高いもんね。キャー、まずミラーが1600円。でもこれはずっと夏から欲しかったから、まあ仕方がないんですね。でミラー2つでしょ。でーあとはあれだね、柔軟剤、洗剤、漂白剤で、この二重ライナーで、靴とロンティーで、この保湿スプレーで、あ、100均のボールペンからのマスク2つからのシャンプー、トリートメント、ヘアオイル、パウダー。キャー、恐ろしいです、恐ろしいでございます。おじゃるさま、恐ろしいでございます。恐ろしすぎるでございます。やばい、まだ計算してない。ちょっと放棄しようかと思って悩んでる。そう、いるものしか買ってないよ。しかも今日もお昼ご飯もスーパーに、え、聞いてほしい。今日の私のお昼ご飯悩んだんですよ。買い物行ったからさ、やっぱ都会って何でもあるじゃん。ネギシとかさ、おしゃれな定食屋さんとか、わー入りたい、食べたい、うわーいいなーと思ったけど、スーパー行ってスーパーの弁当買って近くの公園食べとったんや、ベンチで。そしたら鳩が集まってきて、鳩どんぐらい、10羽ぐらいかな、鳩が10羽ぐらい私の周りをこう取り囲んで鳩に見られながら弁当を食べるっていう、うん、気まずかったね。はい、今日の私
夜ご飯はスーパーで半額のローストビーフを買いましたんで、はい、あでもアイスも買いました。ジャイアントコーンやっと発見できて、こっちに来てやっと食べれました。はい、嬉しいです、とっても嬉しいです。そんな一日でした。はい、もうだからヘトヘト、今日2万歩近く歩いてました。やばいよね、なんかさ乗り換えとかでもめっちゃ歩くじゃないですか。むずい、乗り換えるだけでこんな歩くんやで、階段こんな登るんやってなって、今日も都会の洗礼を受けました。重たい荷物いっぱい担いで、そうなの。本当はね、今日マネージャーさんに、マネージャーさんからちょうど連絡来たから、あの今稽古着を探しにある場所にどこどこに来てるんですけど、東京で服を買える場所ってどこか知ってますかって聞いたんよ。あの高崎彩子の隠れ家の担当マネージャーさんから連絡来たから、その聞いてみたのね。知ってるかなと思って、東京だったら池袋か新宿か渋谷原宿あたり、それか古着が良ければ下北沢がいいと思うよって言われて、いやだってハードル高すぎるなって思って、もう移動やん、めっちゃハードル高っと思って、結局行けなかったです。わかりました、全部行きたいと思いますって言ったけど、見てるかな配信、そのマネージャーさん、行けませんでした。今日行ったとこは池袋です。池袋で一日が終わりました。あ、難しかったよ。下北 FM か、下北沢って、あそっか、本当だね、下北 FM だね。 GU 行ったよ。服見つからんくって、最終的にもう GU に行くしかないと思って GU 行ったんよ。でももう全部ニットとか、そういうのだったから、稽古着にはこう動きづらいなと思って買わなかった。結局 GU にも行きました。あとウィゴーとかやも行きました。結局広島でもある店にも行きましたね。はい、そう、それで一日が終わりました。いやマジなんか不完全燃焼って感じです。不完全燃焼だよ。リハギおしゃれなやつを買う気で行ったんだけど、やっぱわめっちゃいいと思ったらさ、結構値段するから、それをね何着も買うってなったら無理だからと思って、安いところ探してたりしたら結局もう見つからなくて、このありさまですって感じです。はい、もうしばらくお休みとかないけん、もう買いに行くチャンスはないので、週末広島に帰ったら広島からあったかい服を持ってきたいと思います。うん、だからこの1週間はきっと共演者の方々から、あこの子いつも寒そうな薄着で帰ってんなって、稽古の帰りもこんな暗くて寒いのに、もういつもこの子薄着やなって思われると失敗しましたね。ちゃんと夜のことも考えるべきやったね。みんなにさショールームで相談しながら決めたけど、昼の気温ばっかり見ちゃったもんね。帰りのこと考えてなかった。なんか帰りのそのさ稽古時間もその時まだ分かんなくて、そう出てなかったんですよ稽古の時間が。でこっち来てから分かったから。そうなのでね、やっぱ夜は冷えますからね。
昼は暑いけどね。なんかいい感じのアウターとかをゲットできたら、多分もう帰る頃にはみんなダウンジャケットとかなんじゃない？まだ早いかな。ダウンジャケットもゲットしなきゃだよ私。去年はね2000円か3000円ぐらいで買ったダウンジャケットをずっと着てた本当に私が普段布さえ着てればいいっていうのが本当にみんなによくわかると思うんですけど、本当にリーズナブル服すぎて、もう本当こういうミホのお下がりとかのこういうのが一丁羅です。もう一丁羅これお下がり一丁羅、はい、ガトーショコラさん、お化けありがとう。ミアンさん、ケンタロウカープさん、ユザーネームさん、はっちゃん、白熊さん、みつるん、まこばやさん、にしやん、やすさん、くろさん、ありがとうございます。ありがとう。トラッキーさんお疲れ、カズノシンさんお疲れ、ノブさんお疲れ、レフトさんありがとう、ありがとうございます。本当ジツーさん、ムさんありがとう、陣内さん、しんいちさんありがとう、町肌さんありがとう。あと今日はあずみに連絡して、あのおすすめのタブレットを、あの舞台の方に教えてもらったっていうおすすめのタブレットをね、あずみから教えてもらって、ドラッグストアにありますよって言ってくれたから5軒回ったんよ。ドラッグストアなかったですなかったんですよ。せっかく教えてもらったんですけど、そう、なんかミンティアタブレット、声優公認みたいなやつ、声優さん公認タブレットみたいなやつがあるらしいんだけど、喉にいいらしいんだけど、なくて、そうなの、見つけられなくてさ、はい、残念。どこにやったんだろう。欲しいです、あの乾燥の時期だから。あとなんかホテルの対策の仕方とか教えてもらった。加湿器とかがなかったから部屋に洗濯干したりして加湿してましたとか教えてくれて、めっちゃ長文で教えてくれて、あずみが頑張ってくださいって言って教えてくれました。あ、スーパーとかにあんの？そうなの？え、声優にあんの？今日池袋の声優行ったのに、声優で弁当買って、声優の横の公園で弁当食べて鳩に囲まれたのに。あったんですか。あ、声優、あ、そ、あ、違う、そっちの声優ね、あの声の方の声優です、私が言ったのは。そう、声優公認、違うそういうことじゃないよ、声優、あのスーパーの声優公認じゃなくて、あの声の方の声優公認のタブレットがあるよっていう話だったけど、 それが噛み合わなくて、私が声優って捉えてまた声優の話になっちゃった声優違い声優公認やばい安住氏のコントかなっていうすれ違いコント起きてた今、ややこしかったね そうなんです。無駄に私の昼ご飯食べた場所まで教えてしまったじゃん、恥ずかしい、はず、ちょっとはずはずです。おいしょ。でももう今日はさ、いっぱい歩いたからもう眠くて眠くて、でも8時40分、9時に終わったら10時に寝れると思う？難しいかな、さすがに。
眠くて眠くて久々に歩いたから、最近さその乗り換えとかでは歩くけど、その何万とかまで行かなかったからさ、稽古中も立ったり座ったりとかだったから、こんな歩くの久々で結構もう多分配信終わったら眠気覚めるよね、きっと。うん、お風呂も待ってる。ゼータンアイスありがとう。え、9時から沖さん配信、そりゃ見なきゃいけない。動いてる沖さん見たいもんね動いてる沖さんは見なきゃだね。動き沖、もし私が寝落ちしとったらみんなの代わりに動いてる沖さん見といて、見てください。もう今ね帰ってきて、結構早めに帰ってきたんよ今日。7時前とか7時前とかにもう着いててホテル。もう暗いからさ外が、なんか5時とかでもう真っ暗だったから、やばいもう夜だわと思って急いで帰ってきて、全然まだ7時とかであれってなりながら配信予約入れたんですけど、布団に寝っ転がりたいけど服汚いよなとか、電車座ったもんなとか、外気触れてるしな、うーって葛藤して我慢しました。だから結構すぐ寝れそう。オキちゃんのファンミ始まってるよ。いつあるの？オキさんのファンミ。普通に会いたいんだけど。私がいる STU のライブオキさん来てくれないんだけど。どうしてですか？私にも会わせてください。この前リアチューが喋りかけてくれて、パセリさん、パセリさん、ずっと話したいと思ってたんです、最近喋ってなかったからって言われたから、リア中この前沖さんに会ってたでしょって言って、なんで会ったのって僕隊があったからですみたいな いいなって。そう、羨ましいよ、私も会いたいですよ。今週の土曜日、今週の土曜日なのイベント、無理だよ、香川だよ私。しんいちさんお化けありがとう。私火曜日じゃないや、土曜日香川いるから無理じゃん、ファンミ参加できません。ヨドバシドットコムでやってる、え、本当？わかった。普通にヨドバシカメラとかに行った方が変えたりすんのかな、早く。どうだろう、あるかな。G2 さんありがとう、ありがとう。しろくまさんお化けありがとう。梅さんハートありがとう。そうだよ、同じ東京にいるんだよ。そう、沖さんだって、永田勝利さんだって、私と同じこの空の下でいるんだよ。カニさん、まゆこさんだって、みんな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 、そして今配信を見ているみんなも同じ空の下にいるんだね。みんなで同棲してるよ、地球に同棲中。うっかりあんこさんお断りです。じいさんバラありがとう。梅さんバラありがとう。しんいちさんお菓子ありがとう。しゅんぼうさんボールありがとう。梅さんだるまありがとう。吉弘さんお化けありがとう。
ゴンベンさん、花束ありがとう。クロさん、バラありがとう。高反発さん、バラ。はじめだよさん、頑張れありがとう。秋竹城さん、ハートありがとう。梅さん、お菓子ありがとう。おみかんさん、グレートありがとう。のぶさん、お断りです。ねねさん、お菓子ありがとう。今日あんなに序盤でウルリスさんアピールしたけど、パセリのルームには来てくれんかったわ。もう9時になっちゃうわ。いもけんぴさん、ありがとう、お菓子ありがとうございます。梅さん、ラブレターありがとう。ゆたパパさん、ジャックオーランタン、かぼちゃありがとう。あー、もう8時以降は稼働してないんかな。そういうシステムなんかな。 A ちゃん、ボール、ゼータン、あげ、ありがとう、ありがとうございます。そっか、あ、そうだよね、もう退勤時間だよね。そっか、またいつか。そうだよ、確かにプライベートアカじゃないもんね。ナルシさん、メロンのあそこさん、ゆたパパさん、ありがとうございます。みんなみんな生きているんだ、友達なんだ、僕らはみんな生きている、生きているからパセリを押すんだ、手のひらを太陽に透かしてみれば。梅さん、音符。のぶさん、音符。山さん、バラ。佐藤健さん、かぼちゃありがとう。ヒロさん、お菓子ありがとう。えいちゃん、ハートありがとう。ビッグボスさん、ハート。ヒロさん、バルーン。アンバさん、ボールありがとう。ジェットさん、回復薬ありがとう。お、今更ですが PR 舞台の本買いました。お、ありがとう。読んだ？1万字、万字読みました。さらにパセリのことを知れちゃうと思うよ。もっと好きになっちゃうかもしれん。どうする？もっと好きになっちゃったらどうしようもないね。もっと好きになってください。いや本当にもうね、あの本配り回りたい。もう私の自腹でいいけんさ、 STU の他のメンバー推しの方にもあの本読んでほしいと思うもん。 PR 舞台の本ね、その見たいって言った方がいたから、マネージャーさんにお願いして事務所にあった一冊を東京まで持ってきたんですけど、それ以降その方お稽古お休みで続いてて、多分他のお仕事とかがあって、それでまだ渡せてない。まだ渡せてません。なんと、なんということでしょう。だからずっと稽古場に置いてます。そうなの、みんなね他のお仕事とかがあったりして。そうなんですよ、みんなお忙しくってなかなか全員揃うことがないです。まだ1回とかしかないかも。お楽しみにです。私再販買わなきゃだな。再販で自分のジャケ写買わないと、記念に、初ジャケ写記念で買わなきゃと思ってて。誰のお話し会撮ろう。自分撮れないじゃないですか、参加できないから。どうしよう、自分が参加してない部だから5時間目のメンバーの誰かを撮らなきゃ。
あのジャケ写を家族にもあげたいじゃんってことは何枚か買うってことになるから、まずお母さんでしょ、お父さんで、おばあちゃん、おばあちゃん2人いるからおばあちゃんでしょ、最低4つでもおば5つかな、5枚劇場版買うってなったら5時間目あるメンバー誰、サチ、サチ5枚だし、あ、ウナびっくりしちゃうよ、ウナちゃん、そう、そう、5部のメンバー、私が1から4まであるけん5部のメンバーだったら参加できるかな、5枚ループやばい幸子、幸子、もう幸子いろんな先輩に生きおるから寂しいです、幸子、なんか私幸見た緊張してさ、なんかこうしどろもどろな感じになっちゃうのね、うまく喋れないの、可愛すぎて緊張しちゃって、それ分かってほしい、幸のこと大好きなんだけど、幸もうあのお目々に見つめられたら緊張して、もうなんかあのもごもごしちゃって恥ずかしくなっちゃって目が合わせられないのね、そうだからね頑張るね、幸がどんどん他の先輩と仲良くなっててね、私はとても寂しく思っているんだ、でも自分のせいだなってのも分かってるし、だからもしかしたらオンライン参加するかも、だからよろしくね、ニックネームはね何を登録したかな、あ、私シロちゃんって名前だからミートパスはシロちゃんでやってるから、あやぱんに名前つけてもらったお話し会で、シロちゃんだから確か、シロちゃん来たよ、私しんいちさん頑張れありがとう、りょうへいさんありがとう、のぶさんわかるありがとう、じつーさんゼータンファイトありがとう、モンブランさんお菓子ありがとう、ゼータンレインボースターとベンライト、メロンのあそこさんファイトありがとう、ジャーパングさん花束ありがとう、ヨシーさん音符ありがとう、大吉さんハート、しんいちさん愛してるありがとう、ゆたパパさんお菓子ありがとう、ありがとう、梅さん花束ありがとう、シロちゃんの由来は肌が白いからシロちゃんってつけられましたお話しか、あの PR 舞台の時にね、あのおしま試験で買って、でいろんなメンバー行ったのね、あかりんさんとかみほとか、なんならもうみほとかの時はみほがお話し会してる真横で参加したの、こうやってオンライン上で本人いるのに、であやぱんとかも参加して、スタッフさんに見守られながら参加して、ニックネームつけてくださいって言ったら、みたいな、白いからシロちゃんみたいな言われて、私の名前シロちゃんになりました、でもさ確かにあの一瞬でニックネームつけてください結構難しい、無茶ぶりしちゃったなって反省だもん、シロちゃん、アザラシ、アザラシにいそう、ゴマフアザラシ、川とかに、眠たくなってきちゃった、さっきまでさペラ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 喋っとったのに急に急に、やばい、でもお風呂が待ってるんだよ、私はお風呂っていう最大のミッションが、ホテルがさ暖房をつけれなくてね、だから風呂上がりが一番寒いの
お風呂上がりで凍えながら髪乾かしてるんです。もう寒すぎてブル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 震えちゃって、ブルブルブルベリーアイアイブルベリーアイ。確かにお湯張ったら温まるか。エアコンつけたらね、ちょっとカビ臭がしたから喉に良くないかなと思って控えてるんだよね。はい。そうなんです。そうなのよ。風邪ひかないようにしなくちゃ。部屋は今はちょうどいいです。でも風呂上がりが寒い風呂上がりと朝が寒いって感じ。カイロ買うの忘れちゃった。そうだった、忘れてた。カイロ明日買おう。稽古前に買おう、カイロ。どうしよう、風邪ひかんようにするわ。で、カイロとあとは何？もうある程度買いましたもんね。もうある程度、あ、上着です。上着、上着を買わなきゃ。上着、広島に帰るまでの辛抱や。上着は あ、そう、タブレットもだ。あとはね、なんだ、買い忘れたのあるわ。クリーム、体のクリーム買い忘れちゃった。やばい。あと下地も買い忘れた。結局忘れてた。もう牛です。下地も買い忘れちゃいました。でも私が偉いなってところは、コンタクトを、舞台決まってからコンタクトを箱で注文したところです。で、箱ごと持ってきたところ、いやー実に優秀やなと思いました以上、それぐらいです、私の優秀なところそれぐらいしかないですね、ほんと。メイクポーチ忘れるし。うわでは、そろそろ9時ということで、お先に失礼したいと思います。明日ちょっと本当睡魔やばいので、睡眠とって明日からまたお稽古頑張りたいと思います。今日月曜日、じゃあ火水木金4日間、4日間しか今週稽古ない。5日後は土曜日と日曜日が香川とオンラインお話し会で、ありゃ今週あっという間だわ。ありがとうみんな、おやすみ。なんか喉にいい情報だったりとか、なんかすごいいい情報だったり、何かしらいい情報があったらぜひパセリあの根で教えてください。よろしくお願いします。安いお店だったり、あと何ですかね、喉にいい情報とか、喉にいい情報とか、喉にいい情報とかあとなんだね、なんか肌にいい情報とか、喉にいい情報、肌にいい情報、目にいい情報、あと記憶力にいい情報とかあったらぜひいつでもお待ちしてます。よろしくお願いします。それじゃあ団柱見たいと思います。いきます。13位、ガトーショコラさん、
あ、変わった今ちょうど。13位うめさん、12位 Z さん、11位わうわうさん、10位ゼータン、9位陣内さん、8位しんいちさん、7位はじめだよさん、6位ふくちゃん、5位ゆうたくん、4位じーつーさん、3位かずのしんさん、2位いっちゃん、1位くわだりさん、ありがとうございます。ありがとうございました。それではおやすみなさいです。おやすみ。明日も一日頑張ろうね。月曜日お疲れ様。またね。なんかこの時間に終わるのちょっと違和感だけどね、まだ喋れるのにね。でももう眠たいのでもう結構もう今すぐ入眠って感じ。え、沖さん始まった。じゃあちょっと動いてる沖さん一瞬見たら寝ます。あ、寝ますじゃダメで、お風呂入らなきゃでした。でもお風呂さ、動いてる沖さん見なきゃだから、お風呂ちょっと後かも。じゃあみんなまた後で、また後ですね、また明日。ありがとうございました。またねー。